どうも モンです、えー。今回はですね、前回タイヤ交換した時の作業と合わせてです、ね、行ったブレーキダクト、もともとブレーキダクトを装着してるんですけども、えー、ブレーキダクトの、えー、装着、レイアウトをちょっと変更した時の、えー、作業風景を早回しで見ております。えー、以前はですね、この、えー、画面下にあるロアアームに沿うようにつけてあったんですけども、えー、これだとですね、あのー、一番空気に開けたいローターの中心、ブレーキローターの中心だったりとか、あとブレーキのキャリパーに。 ですね、あの近いところに空気が当たらなかったので少しでもです、ね、あの空気、理想のところに当たるように修正をしました、えー、この画像はです、ね、あの今ちょっと聞きましたけれどももともとフォグライトをつけてたんですけどもその位置にです、ね、空気の取り入れ口を持ってきております。ここんんなな感じでで出口はこうなってるんですね で、えー、これ左右それぞれですね、あの、エンジンルームの構造上左右非対称になっているので、えー、両方とも左右2本ともですね、ちょっとレイアウトは少し違ってます。まあちょっと初め取り付けた時はちょっと大変苦労しました。こんな感じですね。はい、えー、最後まで見ていただきありがとうございました。では。